わかった。わかった。はい、こんにちは。まーちゃんのうまいはずです。はい、今日はですね、2018年3月23日なんだけれども、うん、この動画がね、公開される時はちょっと経ってると思うんだけど、うん、あの、えじくんの修了式で3年生終わりましたね、うん、おめでとう。1年間やって頑張りました。そして今回も解禁賞でね、全解禁賞やったね。素晴らしい。休みなく言ったのは素晴らしいですね、うん、はい。でですね、実はえじくんに内緒にしてたことがあるんです。何？実はね、1年ぐらい前ってことはないかな、半年ぐらい前から計画してたんですが、今日のこの修了式の日からですね、うん、我々旅行に行きます。イエーイ。で、しんくんは本当にどこに行くのか知らないです。わかんない、うん、はい。なので、まあこれはですね、次行く場所、うん、とかで多分わかんじゃないかな。わかった時点でわかったって言ってもらえますか。うん、わかった。はい、じゃあどこに行くのかお楽しみに。はい、電車ですけど、まだ分かりませんか。まだ全く分かりません。分かりませんか。はい、ということで成田空港第2ターミナルやってきました。大体の検査ついてきたでしょう。全然分かんないまだ。ここに来たってことは国内ではないよね。うん、はい、じゃあ行きましょうか。分かった。分かった。ハワイ正解です。よかったね。やめて。ハワイに決まりました。じゃあハワイ行こう、うん、飛行機乗っていきましょう。はい、はい、ということでハワイ到着しました。イエーイ。長かったね、うん、はい、疲れましたけど、これからレンタカー借りて宿泊先のホテル行きましょう。はい、はい、ということでホテル到着しましたね。やったー。はい、ディズニー青谷のホテルですね、うん、こんな感じ、キッチンとかね、はい、うちらでいうのはこっち側が、こちら側ということで、みじんくん、じゃあダイブしてもらっていいですか。はい、せーの、気をつけてね。あー、気持ちいい。よかったね、うん、はい、じゃあ外出てみようか。はい、よいしょ、重い、大丈夫。はい、おー、いいじゃないの。うわ、すっごい怖い。うわ、怖い、めっちゃ怖い。あ、だけどすごいオーシャンビューだね。すごい、プライベートビーチもちゃんと見える。素晴らしい。シュノケリングしてるね、下でね。エイジング、じゃあ2日間ここに泊まりますんで、はい、まあ、楽しんでいきましょう、うん、でこの後は別のホテルにまた3日間泊まる予定です。はい、はい、じゃあこれからですね、しばらく数日間はハワイの動画になるかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなって気に入ったなと思った方はいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そして今回のおすすめ動画はこの辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はエイジンクあたりをよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。